普通切手は郵便料金の納付を主目的に発行される切手である。何らかの行事やキャンペーンを記念して発行される記念切手とは異なり、種々の郵便料金に対応した額面が発行される。世界最初の切手であるペニーブラックも普通切手であった。日本においては、はがき料金62円、25グラムまでの定型封書料金82円。 50g までの定形封書料金92円、50g までの定形外封書料金120円、100g までの定形外封書料金140円、速達料金280円、簡易書き留め料金310円などそれぞれの料金に対応したものが販売されている。製造枚数や発売期間に定めはなく、同じ衣装の切手が必要に応じて印刷され続け、 半世紀前後も衣装が変更されないこともある。一方、料金改定などで短期間で発売中止になる場合もある。最終的に衣装変更ないし料金改定により、額面が不要となり廃止されるまで販売される。日本では製造を止めても在庫がなくなるまで販売されることが多かった。一方、インフレーションの更新で額面が無価値になって、 事実上無効になる場合もある。日本でも、戦時中から戦後にかけてのインフレーションにより、先単位の郵便切手は事実上廃止となった。イギリス普通切手のエリザベス二世産ペンスカナダ普通切手のエリザベス二世5セント英量、ホンジュラス普通切手15セント、中華民国普通切手の孫分5円に2000円と、カズリー普通切手は、 使用の瓶を考慮して、創始以来形状や大きさにはあまり変化は見られないが、初期の商標的な衣装から絵画的な衣装へと変遷していく傾向がある。君主国においては、国家元首である国王の肖像が、どの学面の普通切手にも登場している。この例として、イギリスのエリザベス2世やスペインのフアンカルロス1世の普通切手などである。その他、 世界最初のペニーブラックをはじめ、その国最初の切手のデザインは、当時の君主の肖像であった例は、数多い。なお、イギリスは、世界最初の切手発行国であるため、慣習的に切手に、国名表記を入れない代わりに、すべての切手に、国王の肖像内紙シルエットが入れられている。また、かつて、大英帝国として、世界各地に植民地を持っていたイギリスは、 1930年代から1950年代にかけて植民地用として記念切手並みのサイズの普通切手シリーズを出していた。これはアール・ヌーボー町の外枠デザインの中に国王の肖像を収め、その枠内にその植民地の風景や文物を描いていた。そのため植民地領有を主張する手段と思っていた。共和国においても、 現職内史歴代の大統領などの政治家の肖像が切手になっている。顕著な例としてアメリカ合衆国が挙げられる。1866年には死去間もないエイブラハムリンカーン大統領が切手に登場した。ただし、存命者の図案化は避けられている。大統領の場合、連邦法で存命の大統領及び死後2年以内の大統領を図案に採用することは、 貨幣も含め禁止されているこのため、かつて1938年から1954年まで、アメリカで使用されていた、歴代の合衆国大統領の肖像を図案とした、普通切手では、歴代大統領のうち、発行当時に存命中だった人物は、図案には採用されなかった。一方で、例えばサタームフセイン時代のイラクなど、現職の国家元首の肖像が、 普通切手になっている国も少なくない。普通切手の衣装は国により様々である。国家元首を描く国などでは全て同じ衣装の切手になることがあるが、この場合、額面だけでなく、すり色を変えることで区別を行っている。その国を象徴する産業、風景、動植物、文化財などが普通切手の衣装になる場合も多く、一定のテーマを決めて発行することが多い。 例えば、ドイツは花、中国では、鳥類、香港では、風景などである。なお、郵便切手の販売を国家歳入の重要な財源にしている国では、5年程度ですべての額面の普通切手の衣装を一斉に改定する場合もある。日本においては、世界的傾向とは異なり、現在のみならず歴代の天皇が切手になったことはない。ただし、 天皇の身代わりとして明治から昭和にかけての高学普通切手には神宮皇后の肖像が採用されていた。この傾向は近代的郵便制度が始まった明治時代から変わらぬもので明治天皇の意向が反映されていると言われている。明治初期に紙幣と切手製造の基礎を構築したイタリア人技術者エドアルド・キヨッソーネも日本も紙幣や切手に 国家元首の肖像を使うのが妥当であるとしていた。しかし、明治天皇が、生来の写真嫌いであったこともあり、拒否されたという。天皇が神格化されたこともあって、天皇が切手に登場するのは、タブーとされるようになった。明治から昭和初期にかけては、商標的な衣装が採用されてきたが、それ以降は徐々に、具体的なモチーフが衣装とされることが多くなった。 第二次世界大戦中には、低新症も、戦意公用の一翼を担い、国家主義的、軍国主義的色彩が濃くなった。戦後は一転して、産業、風景、動植物、文化財などを衣装とするようになった。現在、日本郵便の発行する普通切手のテーマは、日本の自然であり、日本国内に生息する鳥類や花や昆虫が衣装とされている。なお、 日本有志協会が発行する切手カタログでは、平成切手の名称が使われており、切手収集家の間でも使用されている。ありがとうございます。